土井刺激は奈良県生駒市出身の日本の男性プロレスラー、ドラゴンゲート所属、血液型 B 型。東流だ。門の後期生として入門し、2000年5月13日にミラノコレクション AT が率いる T2P の一員として、対荒井健一郎戦でプロレスデビューを果たした。当時のリングネームは元読売ジャイアンツの土井肖像から取られたセカンドドイであった。 ドイ曰く、サッカー好きなのになぜか野球のコスチュームに、バッド持参であった。セカンドドイ時代は大した戦歴を残していなかったが、2005年に、本名に戻すや筋肉をアピールした、ブリーフスタイルになり、ファイナル M2K を裏切って、ブラッドジェネレーションへと加入。同年3月には、オープンザブレイブゲート王座の初代王者となり、ドラゴンキットに、ダッシュされるまで5度の防衛を果たした。 2006年には、ヨシノ、マグニチュード、キシワダラと共にブラッドジェネレーションを離脱。新ユニット、マッスル・アウトローズを結成する。レッスルジャムにおいて、腰の負傷で欠場。11月に復帰した。その際、嘘の引退セレモニーを行い、キットを騙し討ちした。マッスル・アウトローズでは、主にかつてのライバルである、ヨシノ・マサトと後に、メタックチームとなるを組み活躍する。 スーパーパワーボムやダブルインパクトなどの好連携を見せ2007年8月に行われたタッグリーグでは同一基地の二人が優勝を収めた GHC ジュニアヘビー級タッグ王座に吉野堀口元気と挑戦するがどちらも敗れたその後2007年9月22日にはシーマの持つオープンザドリームゲート王座に挑戦しシーマを 病院送りにするほどの検討を見せたが、惜しくも敗れた。2007年11月24日に吉野と共に、GHC ジュニアヘビー級、タック王座のダッシュに成功するが2008年1月15日に、高木慎吾 &BB ハルク組に敗れ、王座防衛に失敗した。その後2008年2月8日、新岩に敗れ、ツインゲートの防衛にも失敗して、 ヨシノとのタッグも保留状態になってしまうが、3月20日のヨシノのドリームゲート戦後に和解した。しかしガンマ、神田博之らがこれに反発してしまう。2008年5月5日、ヨシノと共にマッスルアウトローズを脱退し、新ユニット結成を宣言。5月14日には、ハルク、谷崎直樹、MCKG が新ユニットに合流し話題を起こした。 5月31日の神戸大会にて、新ユニット名、ワールドマイナス -1 を正式に発表した。12月19日、キング・オブ・ゲート2008決勝戦で、も月重明に勝利して、優勝。同月28日の福岡国際センター大会で、高木の持つオープン・ザ・ドリーム・ゲート王座に挑戦し、見事勝利する。第10代王者となり史上初の団体内。 グランドスラムを達成した。2009年は同期の岩佐拓、新日本の金本孝二元大相撲の横綱の明けぼの、名優である吉野らの挑戦を尻け防衛を重ねる。7月19日のワールド記念ホール大会では、ブレイブゲート王者、シーマとの団体史上初のダブルタイトル戦を行いこれに勝利し、同じく団体史上初のシングルに冠王となった。だが、 更新に機会を与えるためにブレイブゲート王座は即日返上した。2010年3月22日の東京、両国国技館ではヤマトに敗れ、ベルトを失った。10月13日、敗者ユニット解散タッグマッチでディープドランカーズに勝利するも、急に吉野にバカタレスライディングキックを放ちワールドマイナス1から離脱し、さらに荒ン以外のドランカーズ残党と、 新ユニット結成を宣言した。12月26日、吉野の持つドリームゲートに挑戦するも破れる。2011年1月14日、他の土井軍の仲間たちとバルコニーにいたところ吉野に呼び出されあっけなく、捕獲されるも他の鉄仮面軍団5人に助けられた。そしてその5人の正体はウォーリアーズ勢であり、自分たちも正体を表し新ユニットを結成し、後になお、 ブラッドウォーリアーズと発表した。9月2日、オープンザトライアングルゲート王座を谷崎徳寺と獲得。挑戦者は大体ドイダーツで決めたり、カウントルールをドイダーツで決めたりと大暴れし、5度の防衛に成功したが、2012年1月19日の6度目の防衛戦で、谷崎が肩の脱球で欠場しており、代わりにトマホーク TT が出ていたこと徳富が、 反則負けしたことにヤギレフェリーが起こり、王座剥奪という形で、トライアングルゲートを失った。3月1日、ブラッド・ウォーリアーズが、マット・ブランキーに解明したその直後に、戸沢・アキラに追放され、攻撃も受けるが、謎のドクター・マッスルに救出される。3月3日、リコシェの持つブレイブ・ゲートに挑戦するも敗北。その後、メガバイトが襲撃してくるもまたも謎のドクター・マッスルに、 助けられた。そして、その謎の男の正体は、吉野ということが判明。さらにドイ・キチトック再結成を持ちかけられ、PAC トリッジスワンも入れて、新ユニットを結成、なお、ワールド -1 インターナショナルと発表した。その後、ドイは、ツインゲート王座や、トライアングルゲート王座を獲得したり、ドリームゲートに挑戦したりと大活躍していたが、 2013年9月12日の後楽園大会でタックリーグで吉野と組、高木と戸沢の2人と戦うもメガバイトが乱入し、ノーコンテストとなった。さらに攻撃されている吉野を助けに行かず、吉野に馬鹿たれスライディングキックを放ち、吉野を裏切りメガバイトに加入する。同時にワールドマイナス1インターナショナルを解散させた。12月8日。 ヤマトとツインゲートに挑戦して、マスキュラーボムで勝利し、ツインゲートを獲得する。しかし12月22日、高木と戸沢の挑戦を受け、ヤマトが高木に敗北したため、ツインゲートを防衛回数例で失った。2014年に入ると、ジミー、神田との交想が勃発。さらにその交想にハルクとミスター99、谷崎直樹と夜中ドルフィンが参加し、 さらにその構造にシーマとヨシノが巻き込まれ、最終的に金網の中に入ることになった。しかし戦いの中で同門のハルクと仲間割れしてしまい、味方すら信用できない状態で金網の中に入ることになった。そして最終的にハルクとドイの二人だけが金網の中に残ってしまいガイアにいるメガバイトメンバーも、ハルクを妨害し、自身をアシストするも、 ハルクのファーストフラッシュを受け完全にダウン状態となった。金網マッチに負け残り、代理人のクジーが丸坊主になってしまった。2014年8月5日、ドリームゲート王者のハルクと1対4のハンディキャップマッチを行い勝利する者ヤギレフェリーが、それに激怒。ドイ自身は同王座の暫定王者となり8月17日の大田区大会で1対1のタイトルマッチが決定した。 8月17日、暫定王者として、ドリームゲート王ザ決定戦に挑むも敗北。ベルトは正式な王者のハルクの元に戻り王者の一度目の防衛という扱いになった。その後、ジミーズの腕攻めで右腕を負傷し長期欠場へ、12月3日、後楽園に登場。ドイダー,アーツで10人タッグマッチのメンバーを決めて、その後2つ目のダーツを使って、 マット・ブランキーのメンバーを補強した。2015年2月5日、後楽園にて復活する。その後、度重なる誤爆をきっかけにシーマとの間に不穏な空気が流れる。5月5日、補強メンバーをユニットから追放した。6月13日、ヤマトとのタッグでツインゲート王座を獲得。8月16日、自身の所属ユニットマット・ブランキーが解散した。 8月30日、ティーホークを裏切った高木ともとミレニアルズのエータと、コトカと合流。新ユニットを結成。9月23日、新ユニット名を、バーサークと発表した。2016年3月6日、ツインゲート王座を落とすもこれまで最多となる9度の王座防衛を果たした。5月5日、バーサークメンバーと金網マッチを行い、ヤマトを裏切りエスケープ10月。 バーサークから追放された。11月、ブログにて、一般女性との結婚を発表した。また、後楽園大会試合終了後、ヤマトの保持する、オープンザドリームゲートへの挑戦を表明する。2017年3月20日、ビッグ・アール・シミズと、弁慶のトリオで、トライアングルゲート王座を獲得。5月4日の京都大会2日目で、土井基地が率いる。 新ユニットマキシマムが発表された。8月27日の奈良、奈良百年会館大会では、土井吉とビッグ R 清水の3人タッグで、高木、ティーホーク、吉田隆の3人タッグ対決を行った。試合は19分7秒、土井が吉田をエビ固めでホールして土井組が勝利を収めた。5月5日、 ヤマトの持つドリームゲートのベルトと自身の髪の毛をかけた金網ウェ a マッチに出場。3番目に旗を取りチャンピオンへの正式な挑戦権を得るも、エルも最後は最良のビッグクラッカーを食らった暇にサイバーのパイナップルボンバーを受けて脱落した。7月1日、清水が高木に敗れ、トライアングルゲート王座のベルトを失った。7月23日、 吉野とのタッグで CK1 の保持するツインゲート王座に挑戦するも自身がキットに3カウントを取られ王座獲得はならず。12月23日、吉野とジェイソン・リーのトリオでトライアングルゲート王座を獲得。その後にと防衛するも2018年5月6日の愛知県大会でベルトを失った。6月頃、清水がツインゲートチャンピオンになって天狗になったの下級に。 自身に対し空気の読めないマイクでバカにしたり、偉そうな態度を取り始める。その後7月22日に、清水がツインゲート王座を落とした際に一応和解。山春に奪われた、同王座に8月7日の後楽園ホールで、挑戦するも清水に裏切られる。9月24日、同門の吉野が持つドリームゲート王座に挑戦するも、ホルを平式、ソルナ支援って改めの前に敗れた。 11月4日にジェイソンと石田とのトリオでトライアングルゲート王座に12月23日に土井基地でツインゲート王座決定戦に挑むも獲得はできなかった2019年3月2日と21日に吉野と石田のトリオで RED の持つトライアングルゲート王座に2回11月4日にキッドとジェイソンのトリオでストロングマシーン軍団の持つ 同王座に挑戦するもいずれも獲得ならず、12月15日、弁慶をマスキュラーボムで下し、ドリームゲート王座を獲得。自身2度目となる団体頂点の証を手に入れた。様々な体制から決める DDT やタイガースープレックスホールドなど首を攻める技が多く、危険な技も多い。特にマスキュラーボムは、シーマを2度も病院送りにした技でもある。 その他にも名前はないが、吉野とのツープラトン技が多数ある。2012年に初めて持ち込んだもので、今ではもはや年末恒例。12月は二度後楽園大会がある中、1回目で対戦カードの抽選、2回目でその試合を行う。所属ユニット、選手の経歴関係なくカードを決めるため、試合ではお祭りムードになるとか、ダーツを投げるのは、 元気なちびっこであるが、紛れて投げたがる大人に対して、大人はあかんで、というくだりもおなじみである。実際のところ、試合よりも、抽選の方が盛り上がっているというのも否定はできない。といわく、ドイダーツは、毎年、奇跡を起こすと言われているが、毎年毎年しょうもないと振り返っている。年、シーマ,シマ、B B、ハルクサイバー、コングドクターマスル VS、 堀口元気、H.A.G., M.E., ジミー、神田スコットリード k ネス富永先行18分1秒サイバー堀口2013年、戸沢明ガンマハリウッドストーカー、市川 VS、ジミー影トラシーバーサイバーコング VS、シーマフラミータ両津清水 VS、高木慎吾山と k n ネス、1時19分分38秒、高木清水2時21分分38秒、 サイバー高木3時24分分26秒、市川サイバー2014年、島パンチ富永新井健一郎洋介、サンタマリア林春香 VS ドン富士ガンマ斎藤、ジミリョー、両ジミー、神田社地北防衛23分50秒林神田2015年、この年は何らかの事情で未開催。代わりに、戸沢がスペシャルマッチを開催したが、試合後に連撃登場。 2016年最初の後楽園大会で、ドイダーツスペシャルマッチを開催すると宣言した。高木慎吾シーマがあんま持ち月重げやきジュミー、神田 VS、ヤッマトサイバーコンクト、ザーアキラドフッチハリウッド、スオーカーイチカは1分49秒、持ち月イチカは最終回20分50秒、高木とザは2016年、ヤマトジュミー、神田パンチ、 富永ン富士問題流、渡辺表 vs 土石劇よしこかゆうきようすけ、サンタマリアジミークネス JKS ジミースムブラザー、ヤッシュ33分6秒、山とスム2017年 T、フホークドン富士渡辺表エルリンダマンカンダ、ひろゆき vs 横須賀スムことか、土石劇エータビック R シミツ24分37秒、 リンダマンコとか2018年ドラゴンキット KNS、ベンケイカズマサカモトカイ VS、吉岡祐希 BB ハルクブラザーヤシ、同意刺激ドラゴンダイヤ22分12秒、カイハルク2019年9時ミノ浦ラコータエータ VS、ヤマトガンマホリグチ元気 VS、HYO 影トラベン KVS このまま、市川ドンフジーヨ士洋介サンタマリア1時12分分分35秒、 このまま市川 HYO2 時14分分10秒、美浦幸太丼富士3時22分分29秒、江田山と、クライシス公安機動捜査隊特捜班、週刊プロレス2017年9月13日号ピアニッシモも101。ありがとうございます。